2024年9月29日、日曜日、ライジン48が埼玉スーパーアリーナで開催された。写真、18歳の超新星、秋元が衝撃 TKO でライジンデビューしたムキクロ三角第3試合ライジンバンタム級、61.0kg、5分 3R× 金太郎、アメリカントップチーム、60.95kg、1RTKO、左ストレート、 グラウンド膝ゼロ秋元強師、ジャパントップチーム、60.90kg 金太郎は、かつて拳を交えた堀口教授がいる ATT 入りし、2024年3月に、大気ライトイヤーに判定3対0で勝利し、連敗を4で止めた。31歳になり、今回野心に燃える10代の超新星、秋元強師を技術と経験で圧倒し、完全復活を遂げるか。 五戦無敗、十八歳の秋元教師は、幼少期にボクシングを一年間習い、その後八年間サッカーを経験。十四歳の頃、朝倉兄弟に憧れ、中学卒業を機にプロを目指しパラエストラカ氏は、現ザ・ブラックベルト・ジャパンで MMA を始めた。アマチュア六戦全勝で、プロ三連勝後にジャパントップチームへ移籍。 2024年5月には朝倉未来推薦選手として格闘代理戦争に出場し、アラン、ヒロ、ヤマニハニニアール、右ボディを効かせて TKO 勝ちするアップセットを起こした。ザ・アウトサイダー出身の金太郎は、時を経て朝倉兄弟門下生となった新鋭を下す壁となるか。秋元は、 金太郎超えで朝倉海の抜けたバンタム級戦線で一躍スター選手の座に踊り出るか。共に笑顔で中央へ。秋元のセコンドには朝倉海とエリービリー。1R、共にサウスポー構え。先に左ローは金太郎。中央を取る秋元に左回りの金太郎は左ロー。秋元のインローからの爪にダブルレッグテイクダウンは金太郎。 ハーフの秋元の亀からの立ち際ににバックに回る金太郎だが、両足はかけさせず立ち上がる秋元は押し込んで片足をかけるが、金太郎は正体。押し込む秋元の膝蹴りにシングルレッグへ、離し際にサッカーキックは空を切る。左ローを当てる金太郎は左右連打で前に出るが、かわした秋元はガードを固めて右ジャブから左ストレート。 ダウンした金太郎の頭を押さえつけてグラウンド右膝を連打し、レフェリーが間に入った。秋元は生意気言ってすみません。自分は海さんや未来さんがここで戦っている姿を見て、格闘技を始めました。海さんや未来さんが一体いなくなったこのリングを盛り上げるのは俺なんで俺に注目してくださいと語った。18歳の秋元、10代でのベルト獲得はなるか